という体も強い選手でありますが決めてきました。シガンサ攻撃というような形になったんですが、さあその後この大決めてきました、ね、マスタです。この前ロスカーアレンのアタックも良かったですよね。良かったです。パンしてこれはうまいですね。マスタマスタ、これとかうまいですね。マスタね、ジーが行ってマスタがいた。マスタここはステップ、マスタ決めました。キックを使って周りを見て、もう一度マスタ、時間がない、最後打って決まりました。マスタマスタ決めた、うまかったですね。さあここ難しい体勢からよく決めました。大塚マスタフィンク使ってました。マスタナイスやっと伺って仕掛けてるところが、これは先ほどのマスター、はい、辻おーゴール下カットしてマスター辻タオルの篠山、マスターマスターステップイン決めた。タイムアウト使います。スクリアです。先に来るか、おお、このバランス、ゲーム展開ですね。おお合わせた、マスダいった。残り6秒です。第1クォーター、中に渡してマスダ、下がりながらのショット決まりました。ここで前半終了のブザーです。さあ若武者大阪ベルシュール放っています。ただこれヒースに合わせました。はい、行きます。おーおー、いいバトルをしました。スクリーンプレーですけど、そうですね、外にスクリーンと見せかけて中に入って、はい、マークを、まあ、2対2、ここでマスターがもらう。あー、いいですよ、マスターがもらって、あー、いいですよ、はい、非常に高いじゃないですかね、ですね、はい、あー、長いパスカルファニーに通りました。だまだ急いで戻るか、エンワン、プロ入りを考えてます。いや、Bリーグなんていうか、そんなのあんまりない、あんまりないですよ。まあ、チームが、うまいですね。さあ、マスタのプレータイムが続きますが、マスタキックアウト、アギラールのスリー、コーナーの選手がウィングまで、ボンズに繋げた、マスタからボンズ。逆に富山はいい流れで第4クォーターの開場を迎えました。マスタからボンズが近い人ばかりになっていると、はい、ディフェンスのファールになるんですけど、ここをこう両手を上げてるっていうところが非常にポイントですよね。ディフェンスのマスのボールキーでふわっと浮かせてシュートが決まっています。マスだ振って、藤井スリーポイント決めた。さあ、スリーポイント決まりました。ゴリゴリ押していきます。大きく外に振って藤井のスリーポイントショット決まりました。飛んでいく形によって人がこう入ってくるわけですね。そうです、橋本選手が今見えると思うんですけど、はい、あそこまで、ダブルチームに行こうとプレーで言うと、はい、もう完全に主張したと言ってもいいと思います。真下から中へ篠山ですから、の崩し方という意味では悪くないわけですね。はい、まあ、あと名古屋が、まあ、ディフェンス結構が残り7分です。第4クォーター、ちょっと大丈夫か、マスターここもすぐに寄ってくれ、マスターも決めた。まだプレッシャー、はい、次からマスター開いた、マスタースリーポイント決まった。相手藤井選手、もし松井選手ですね、しっかりと今で絡んでますね。あ、ここでちょっとフリーにしてしまいました。 B リーグ初得点ということになりました。あー、来ましたね、松井選手ですね。また藤井です。藤井スピード外スリーポイント、マスター決めました。
かお互い手を使ったりとか、まあはい、いいポジション取りたいんでね、はい、そこが非常に見てて面白いと思うんですよ、はい、ボールを持ってないところを見ていただけると思います。マスターとしたーパワープレイ握りながらもう一度入れないですね、バスターは、はい、エバンスがしっかりきつくついている、出し直したマスター正面から打っていく、これはリングですが決まりました。抑えたシュッとディフェンス出てきました。さあ今度は藤井でスピードアップします。藤井、辻、そしてコーナーから増田の3。今のプレー良かったですよね。ニックマジンカス、ニックスキップパス、増田の3。うわー、来ました。さあバランス取れてましたね。増田今日3ポイント3本目。今度は辻、辻にはショーター、辻、増田の3来たー、逆転、ナイスパス、ナイスショット。辻、少しスペースが出てきた。コーナー、マスタースリーポイントシュートは決めてきた。さすがですね、マスター圭介もスリーポイントシュートを選択してきました。ブリガールから辻、ね、まあ、来ましたね。マスター決まりました、はい、またどうなるかですね。バックドア大塚から外に振ってマスター、最初のポジションでスリーポイント成功、川崎です。いやー、ナイスショット。カルマにドライブ、パスに変えてコーナーからマスター決めた、1にしました。マスタースリー来たー、スリープレーを受けてもう一度受けたマティアス・カルファニー、そしてトップからのスリーポイント、うん、笑ってますね。ただ試合前にもいち早く練習シュート練習に姿を見せていましたマスターです。ピークのところを読んでいたマスター、ついてましたね。ピークファウルで止めますが、ギルスのドライブ、アギラールがいます。ゴール下にバジンカスもいますが、裏に出そうとした竹内康介のところは読んでいた。さあ笹山2人に囲まれるが、あーっとマスターが取りました。広瀬、ここも奪った、あっとファウルですね。いけるかというバッテリーではありますが、バッテリーワンドが突進ブロック。おー、ここはディフェンスでもマスター、マスター19、エンド、ディフェンス、ディフェンス、奪った、マスター、ボールを後ろから奪いました、はい。トガシです。トガシとマスター、おー、いいリフレクションですね。マスターね、黒ショーマンとよくボードをね触りましたよね。ここですね、はい、おー、ここだった。さあ、ここはマスターの時もフォークリッピン、ストップクロック残り5秒、ヤミンバーバス、悪いですね、ヤダさん。マスター選手のファウル取ってるんですか。今トドロキアリーナ、ちょっと驚きのどよめき。ベッドにタップしました。ナイスディフェンスだ、カバニー。さらボールは岡田です。あー、おー、ここだった。さあ、ここはダメー、マスターから振り込みです。王子のマスター、そこ浅山ついていく。マスターがそのまま行きました。ここバックで決めた。マスターピットピック、マスター、おー、決めた。中野へ、中へのパスはターンオーバー。さあ、マスターが行く。マスター行った。高校生あんまりボールハンドリング自信ないって本人言ってたんですけど、ね、そうですか、はい、島が持ちます。飛び込み、長谷川が入っていく、うまい動きでした。あっと、ルーズボール、ターンオーバーになります。また入って増田、増田がステップ、腹の調査を見せていきました。ルーキーの増田圭介です。この人ともに効果的な働きをしました。カットしました。ナイスディフェンスだ、川崎。
ここも決めた。その原から佐藤拓馬、仕掛けてきたんですね。川崎も高石から見ています。川崎ダブルチーム、8秒狙ってるかもしれない。あーっと増田が行く、ディフェンスのファウルです。これは川崎仕掛けてきましたね。いやー、ナイスティールでしたよ。